はい、皆様こんにちは、今日は広島に来ております。今日はアマチュアビッグバンドハートブレイクさんの30周年記念コンサートに来てるんですけど、今日ちょっとお話ししたいのはリハーサルとかの吹き方、当日本番当日の吹き方みたいな感じなんですけど、多くの方たち、特にトランペッターの方たちとかは、やっぱりスタミナの、問題というか悩みが多いと思います。僕は思うのがやっぱり当日にリハーサルでちょっとみんな吹きすぎてるんじゃないかなと思います。僕の場合なんですけど、こうやったホール、こうやってホールの中でやるときに一番僕先最初にやってるのがこう来て、まずは生音でこのホールがどんな響きをしているかみたいなものをチェックします。 で PA マイクっていうのはあくまでも今の生の響きを補強するためっていう感じで、ね、PA だけに対応、だからスピーカーの音からじゃなくて自分の生音が、皆さんに届くように、それで、スピーカーはあくまでもそれをちょっと足りない部分をこう助けてくれるみたいなことを、そういう想定してやっております。それとリハーサルなんですけど、一曲全部丸々通すとかっていうことはやりません。本当部分的にやるだけで、ちょっと本気で一フレーズ吹くぐらい、それでやめます。で本番になったらその本番の1曲目でウォーミングアップ始めてるような感覚で吹いてます、ね、やっぱり我々トランペッターはバテやすい楽器です。なのでできるだけ、ね、あのパワーを、こう貯めておくというか、ちょっともう時間なのでそろそろやめたいと思います。なので皆様リハーサルの吹きすぎとかを気をつけて、それでお客さんのためにパワーを貯めておくということを覚えておいてください。